ハエアモクは、ハエ目に属する分類群の一つ。いわゆるハエ、アブを含む大きなグループである。イエバエの東部ハエアモクは、世界中に分布する分類群で、原生種だけで約95か、約8万種が記録されている。約200万年以上前に分岐して発生した分類群と考えられており、原生で非常に繁栄しているグループの一つである。ハエアモクに属する種は、 形態的、生態的に非常に多様で、同じ総締めに属するカーモクより、はるかに多様度が高い。ハエアモクの学名、ブラカセラは、ギリシャ語で、短い角を意味し、総締めの中でも触角が短いことを示している。触角は、通常3節以下で構成され、最も先端の節には、触角指紋か触角筆突起を生じる。コアゴヒゲは、カーモクでは、 通常3小節以上に分節するが、ハエアモクの種は、普通に小節以下に分節する。幼虫はうじ型で、足はない。通常大節は12節以下で、大節が13節以上あるか、アモクの幼虫とは、区別できる。基門は9体。ハエアモクの一重型性は、分子系統学的なデータや、形態的な特徴によって支持されている。伝統的な回分類群として、 自家縫い単角群を除く下目を含む、無学脳説アスキーザ、非対脳説スキセファーなどの群や不死を設けることも、あるが、これらは、側系統群であると考えられている。ありがとうございます。